アリナッコベレオネッサの金賀ゆかりです。あと一歩のところでメダルが取れそうで、まあ、4位という結果で、メダルが見えたものの、そのメダルがまだ遠いっていうのも、感じましたし、それでもやっぱりメダルが欲しいっていう気持ちが、強く残った大会でした。オリンピックは、またチャレンジャーですし、もう一つ、いい色のメダルが取れれば一番最高なので、金メダル目指して、頑張りたいと思います。